ショコラは2000年のアメリカ映画、ジョアン・ハリスの同名小説を映画化。宗教と人間関係の複雑な絡み合い、そして大人の事情に飲み込まれている子供たち、また愛する人を遠く思い続ける大人たちの感情が秘められた映画である。1959年のある日、フランスのある村に一組の親子が北風と共にやってきた。その親子ビアンヌとアヌークは、 そのルーツである南米から受け継がれるチョコレートの効能を広めるため世界中を旅していて、この村でもロージョアルマンドから借りた物件でチョコレート店を開店する。周囲の後期の目が向けられる中店を開いたビアンヌは一人、カズとの希望にぴったりと合うチョコレートを差し出し、その不思議なチョコレートの作用から村人たちを引きつけていく。とりわけ、夫の暴力に悩むジョゼフィーヌや、 その奔放な性格のせいで厳格な娘から絶縁されているアルマンドにとってはビアンヌの明るくほがらかな人柄やチョコレートの美味しさと不思議な効果は一時の安らぎとなるのであった。しかし今は始純節の断食の期間。ミサにも参加しようとせず死生児であるアヌークを連れたビアンヌの存在は敬験な信仰の体現者で村人にもそれを望む。 村長のレノ伯爵の反感を買ってしまう。この村は伝統と規律を守る厳格な村なのだ。レノは村人たちにビアンヌのチョコレート店を悪魔的で堕落したものだと説いて出入りを禁じ、またジョゼフィーヌの夫のセルジュを信仰の力で構成させようと躍起になる。そんなある日、村にジプシーの一団が流れ着く。レノによって村人たちから 流れ物としてボイコットされる彼らと境遇を同じくするビアンヌはそのリーダーである青年ルート思いを交わす。そんな様子を知ったレノはますますビアンヌに対する風当たりを強めていく。追い込まれたビアンヌはアルマンドに悩みを告白。自分の誕生パーティーを一緒に開こうというアルマンドの提案を受け、ビアンヌは多くの村人やジップシーたちに声をかける。パーティーの席上で チョコレート料理を振る舞い、さらにはジプシーたちの戦場で続きを行うことで、村人たちとジプシーたちを、ある程度つなげさせることに成功し、明るさを取り戻すビアンヌであったが、その様子を見ていた村長とセルジュは、彼女たちに対する反感をより一層募らせていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。